皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日は、パン屋さんの呼び名とその意味ということについてお伝えしていきたいと思います。ブーランジェリーという言葉についてお伝えしたいと思います。フランス語でですね、ブーランジェリーはパン屋さんという意味になります。店でですね、生地から全てその焼成の工程までしていないとフランスではブーランジェリーパン屋というふうに名付けることができませんので、そういう意味ではフランスの地域でのブーランジェリーというのはその中の方でちゃんと製造工程をしているよっていうお店の基準になりますので、一角ね、日本でいうまたちょっと普通にパンを売ってるっていうパン屋さんとちょっと雰囲気が違うような形になりますので、そちらの方がブーランジェリーっていうお名前で呼ばれているようです。